よろしくね。 何って、というかいつからこんなのつけてたの。ダサい。デザインに関しては製造者にクレームも、脱着はできませんが身体的には問題ありません。心情的にはあるんだけど。まあいいや、可愛くないのは置いといて、相談相手がいるのは助かるし。なるほど、あなたが対象に選ばれたのも納得です。それじゃメカ子、早速助けてくれる？私の識別名でしょうか。そう、呼びやすいし、よくない？現地大敵で大変よろしいかと。でしょう。それで、何をすればよいのでしょうか。実はここに滞在するなら、まず周辺に挨拶してこいって言われてて。良いことですね。コミュニケーションは重要です。幸い、私を通じてどんな生物とでも。 そういうのよくわからないから助けてほしいなって。ね、お願い。わかりました。自動翻訳、印象補正、心象サポートを強化。まあ、これからよろしくね、メカ子。お任せください、ジョゼット。そういえば、そのジョゼットって何？あなたの識別名ですが、何か問題でしょうか？ ああ、私の名前って、あれ？私の名前？そういえば私って、ああ、何も思い出せない。緊急軌道による弊害でしょうか。いえ、シークエンスは正常、つまりこれは意図的な。まあ、そのうち思い出すよね。とりあえず出発しよっか。それでは最適ルートを提示します。やはりこれが適正。 おはようございます、ジョゼットさん。よく眠れましたか？あ、ロマさん、朝ごはんは何ですか？もう少し遠慮してください。寝床に食事まで、お世話になりっぱなしで申し訳ありません。いえ、助け合いは大事ですから。あれ、ロマさんはメカ子が話しても驚かないの？昨夜お話ししましたから。起こしてよ。それで昨夜のお話通り、
今後は集落の用心棒として探索などに当たっていただくということで。用心棒？聞いてないんだけど。昨夜お話ししましたから。私は聞いてないんだけど。寝床や食事を与えてもらう以上、何かで返す必要がありますから。それはそうだけど、あのフィアーウルフを手なずけた手腕、我々はそこに大いに期待しているのです。あの子は、私にできるのかな。問題ありません。どのような生物でも私を介すればコミュニケーションを取ることが可能です。でもでも、私別に強くないし。待遇として食事の他に毎食デザートもつけますよ。デザート。宿題の代わりに対応します。宿題も？じゃあやっちゃおっかな。契約成立ですね。はい、契約成立です。あれ？でも宿題なんて出なくない？ねえ。サポートを終了します。ちょっと！よろしくね。
ろしくね。もしかして私に勝つ気？警戒を怠らないでください。どうよ。お見事です。条件解析によりサポートレベルが向上。何が増えたのかな。